京五輪の延期と新型コロナウイルスの感染拡大は、国内の社会活動にこれまでにないダメージを与えている。特に、エンターテインメント業界はその影響がダイレクトに直撃した。2020年末の活動休止を表明しているジャニーズ事務所のアイドルグループ、嵐も例外ではない、写真、今こそ SMAP を再放送させるべきだ、と語った有名放送作家。